まずはほっとしたと、ほっとして、まあ、初めてなんていうかな、あ、自分は結構緊張してたんだなということが分かったというような感じですね。なんか結果が出て初めてそれ以前の自分の状態が分かるっていう不思議な感覚でした。あれは記者会見の会場に帝国ホテルに行きまして、でたくさん の報道陣が来ているのを見て、あ、風が吹くっていうのはこういうことなんだっていうことを、まあ、非常にこう風っていう言葉が最初に頭に浮かんだんですね、その光景を見て。で、そのキーワードが一つ出たら、あとはなんかスルスルっと出てきて、まあ、これはもう何か言わなきゃいけないなという、まあ、義務ではないんですけれども、そんなものも感じましたし、まあ、ちょっとあの場で思いついて、こういうふうに言ったという感じですね。本当に風っていう言葉が最初に出ました。はい。出版各社 その担当者ですね、僕の担当者が集まって、いろいろおめでとうとか、よかったですねっていうふうに言ってくださったのが、それはもうとっても嬉しかったですね。本当に今まで僕を、僕は2003年デビューですから、時間だけは長くこの仕事をしているわけなんですけれども、その中でもたくさん の人と知り合うことができて、たくさんの人におめでとうって言ってもらったっていうのがまずすごく嬉しいし、なかなかその担当者が一堂に集まる機会っていうのはこんなことでもないとないですから、そういう点でもすごく嬉しかったなと思いました。ただ記者会見につきましては、翌日になったら僕の妻からメールが来まして、ちょっとはしゃぎすぎだったんじゃないのかというような指摘をもらいましたちょっと反省してます僕自身が男の子の父親である、そしてもう僕自身が長男であって、父親の息子であるという、環境にありまして、父はもう早くに亡くなりましたけれども、それでその父と子のテーマっていうのが、もともと僕の心の中にあったところに、政次郎さん、宮沢政次郎、宮沢賢治のお父さんとの出会いがありまして、でこれはもう小説になるんじゃないかと、これは小説になるんじゃないかっていうか、僕の小説になるんじゃないかっていうふうに思ったのがきっかけでした。本当にこれは幸せな、素材との、素材って言ったら政次郎さんに申し訳ないんですけれども、そういう対象との幸せな出会いだったと思います。宮沢賢治の読者としては僕はそんなに特別な人間ではないと思います。小学校の時に教科書で出会って、中高でも教科書で読んで、大学生の時に割合まとめて、一種の文学として読んだんですけれども、そういう意味ではものすごく熱心なファンというのとはちょっと違うと思うんですね。ただ、それだけに宮沢賢治っていうものがある種そう神格化されている、道徳の権限みたいになっちゃってる、そういうか状況についてはややこう、冷めた目っていうのかな、冷静で見られるような目は持ってたと思います。はい。執筆に先立って岩手県 の花巻、宮沢賢治のふるさとである花巻や盛岡、小祝農場などを取材をしまして、現地ではいかに宮沢賢治っていう人が今でも大切にされているかっていうことが本当によく分かりました。で正直宮沢政次郎っていう人についてはそれまで僕の探した限りでは一冊もそのまとまった本がないんですね。研究書も小説も、郷土史の本もおそらくないと思うので、ちょっとそういう材料の面で書けるかどうかが不安だったんですけれども、現地に行って初めていろいろ調べ物もして、書くことのできる、自信がついたということですね。そういう意味ではすごく貴重な取材というか勉強の経験でした。宮沢賢治に関する資料というのはあまりにも多すぎるんです。宮沢政次郎という人に関する資料があまりにもなさすぎるのと、これは対照的なんですね。で僕は基本的には政次郎の方を書こうと思ったんですけれども、もちろん宮沢賢治のこともたくさん調べなきゃいけない、ところが資料がありすぎるっていうのがまず難しさでした。
ですからまあ、どこに絞って勉強するかっていうことが大きなテーマだったと思いますし、苦労だったと思います、はい、もう書き上げた瞬間はもうもうヘトヘトで、もう手応えを感じる余裕がなく、まあ、正直もう宮沢賢治のこと、宮沢政次郎のことはもう考えるのも嫌だっていう感じでした。もう書き上げた直後は、まあ、それくらいもう本当にまあ全部出し切ったっていうことなんだろうと思うんですが、まあ、その後またちょっと少しずつ回復してきたというか、まあ、今ではまたいろいろなことも考えられるようになりましたけれども、よく執筆直後はもうヘトヘトで、もう他のことは考えられないっていう感じでした。とにかく読みやすいですよっていうことは申し上げたいんですね、読者には。歴史小説っていうとなんか難しいんでしょ、七面倒くさいんでしょ、知識が必要なんでしょ、そんな風に思われている方もいらっしゃるかもしれないんですが、少なくとも僕の本に関する限りはそんなことは全くないので、本当に手ぶらで来ていただいて結構ですので、本当に読みやすい、でもその中で何かを感じ取っていただける、そういうものを常に書いているつもりですので、どうぞ安心して手に取ってください。